はーいこんにちはえっ、ー、とね今日はあの話すことが癒すことっていうことをちょっとお話ししたいかなと思います、えー、皆さんは何でも話せる相手っていますかあと、えー、なんだろうちゃんと自分の気持ちを話せていますか、えー、実はですね。 私があのスピリチュアルジャーニーを始めた頃、えー、すごくよく指摘されたことがあるんですね。あの、私はその最初、スピリチュアルジャーニーを始めた時に、とにかく、えー、たくさんの。えー、なんかこう機会があるごとにね、えー、サイキックの人たちとか、あのミディアムに会いに行たりとか。こういろんなセッションを受けてきました。で、その度に指摘されたのが、えー、私の喉のチャクラの問題です。 え写真もねチャクラの,あの写真をね、撮って見せてもらったこともあるんだけど、えー、他のね箇所はすごく綺麗にまん、あ、丸に写ってるんだけど喉のチャクラだけがねなんかこう弱いというかち,ちっちゃいしちょっと形もまん丸じゃなかったりとかしてね喉の問題っていうのをすごく指摘され続けてきました。あと、えー、実際にそのクラニオセークラルとか、えー、と習う。 時にね、えー、まあ交換セッションっていうのを練習ですごくするんだけど、えー、その時に喉に関する問題っていうのが常に浮かび上がってくるのね。で、えー、すごくね言われたのが「あなた本当に自分が言いたいことを言えてないんじゃないの?」っていうのをすごく言われました。でそれを言われるたびに私は「ん?」みたいなね <laughs>。っていうのも私あのアメリカ生活10年以上長いんですね。 長かったんですね。でなので、そのこう自分のそのアメリカなんか。ではこうやっぱ個人主義で、えー、自分のね。その意見を言うっていうのがものすごく重要視されてるわけ、えー、学校の授業とか。でも日本だとさあの一方通行な。もう教授がバーって喋って生徒シーンと聞いてるみたいなのが <laughs> すごく多いと思うんだけど。 アメリカなんかはもうみんなバンバンもうあの質問しまくりでねであとその自分のさ、えー、自分たちがその発表するっていうのがものすごくそういう機会が多いのでその話すっていうことは結構自分的にはできてると思ってたし私どっちかっていうとわがままな人間であの言いたいことは言ってるズバズバ結構何でも言ってるっていう認識があったので。 あの何度も何度もねあなた本当に自分の言いたいことを言えてないんじゃないのって言われた時にはもう意味が分からなかなった本当に長い間でですでそれが本当にようやく「あーって分かったのは正直言霊遣い養成講座をとってその中であのまあ大きな「あ本当だ私確かに」 あの我慢してたんだみたいなね大きな気づきがありました。でね、なんで私がそれを気づかなかったかっていうと、あまりにもその言わないことが当たり前すぎて、え自分もそれがね完全に癖になってたのね。だから別にその私我慢しているっていう認識もなかったんだよ。でもそれをなんかその自分の反省っていうのを振り返ってこう正直にいろいろ話していくと。 話を聞いてる第三者的にはあなんていうのすごくよくわかるわけねええー、みたいなそうこうだよねっていうのがわかるからそれを私に気づかせてくれた。でまあその手放し手放しって今世間でよく言われるけどさ「いらないものは手放していきましょう」ってさ手放すための第一条件って自分がそれを やってる持ってるっていう認識することがめっちゃ大事なわけよ認識することができない問題って手放すことすらできないのねだから認識するっていうのはものすごく大事なファーストステップなんだけど私はようやくああ私本当だやってたんだって気がついたわけでその観点からいろいろとこう振り返ってみるとよく見えるんだよね でそれができたらできたからこそ私はその、えー、癖をと手放すことができて今はあのもうあの本当にね欲しいものを我慢するっていうのはなくなってると思います。でねあのなんだろう私がその、えー、と今回イギリスに行ってたんだけどそのイギリスでね私は私のソウルメイトを もと、えー、一緒に生活ししてましたで、えー、彼と一緒にいる,いる中で私がすごく学ばせてもらった気づかせてもらった大事なことっていうのは自分なんだろう私はやっぱりあのこう例えば何かこう意見が合わなかった時に、まあ、最初はさ「こうわ」って言ったりするんだけど。 やっぱりなかなかさそんなに、あのー、みんな価値観違うしさ、えー、完全にねガチッとこうおけ、OK、て合意に至るって、まあ、結構難しい時もあるじゃないでそういうのをそういう時に私はどうするかっていうともう何て言うの見ないふりっていうかもうわざわざもうそこほじくり返さない。 んかこう、まあ、や,やっててで彼はそ,そんな私のその態度をね許してくれないわけよ。例えば私が何かがあってむっとかしてこう黙り込むとするじゃないもういちいちもう喧嘩するのもしんどいしなんかもう,もう黙ってこう,もう,もうじゅちょっとこう腹立つ感情を23日ほっといてくれみたいな。 で、それをね。彼はね。許してくれないわけよ。なんでそんなにあの今怒ってるの？っていうのを。私にしてみるとえもう言わなくたってわかるじゃん。って思うんだけどえ、日本人ってそういうとこない。言わなくてもわかるでしょ。みたいな。実際さその男女の中とか。でもさえ男の人とかあんまりこう。愛してるとか言わないよね。言わなくてもわかるし、恥ずかしいとかって言うじゃん。私あれすげえばかげてると思うんだけど。 そこのとこはばっけてると思うくせにでも自分のその何て言うのかな、えー、むカっときてるところは話さなかったわけよでもそれを「話せ話せ」って言われるからうーんと思ってまあ最初はさすごく抵抗したわけでも何だろうねこう,話こう話せ話せって言われてこう話していくでしょでこう話していくとさこう こう感情が高ぶってわっと怒ったりするわけなんだけどえすごいのがこの相手がですね私がどんなにわってなってもこうなんかニコニコと聞いてるわけよニコニコとね <laughs> でなんならそこになんかジョークとか入れてくるわけで私、えー、自分で自分で言うのもなんだけどあ,のあんまり冗談の通じない超堅物人間だったのでえー その自分がさこう怒ってるのにさこうジョークとかでさ言われるとさまつまつ腹,腹が立ってね <laughs> 何をみたいな感じだったわけでもなんかねそれを何てある時ねあーって思ったのがねすごくこれってでもさありがたいっていうかこうすごいことなんじゃないかと思ったのその私がわーって怒ってるのにこニコニコと聞いて。 なおかつ、そこにジョークを入れてくるわけよ。なんかね。こんなに怒ってんのが、バカバカしくなってきたの。だって。相手はもう、なんて、なははははって、こう。こう、なんていうのが、何をこう流しているのに、私一人で書くか、どこっての、バカみたいじゃない。<laughs> なんかね、それを考えると、え、この人すごいなとか思い始めて。なん、なんだろう、そうするとね、なんか私の中の、すごくこう。 防御を張ってたっていうのかなこうカチカチカチとしてたのがパリーンと一皮むけたわけなくなったのそしたらなんかすごく楽になってなんだろう私もそのなんていうのかな私がその私そうそう私が何か言うときは私が正しいみたいな私があ私が正しくてあんた間違ってるみたいなそういうやっぱり 正義感とかジャージとか、えー、なんていうのもう本当善悪とかねなんかもうそういうさ正しい正しくないっていう土俵で私はやっぱりいたんだと思うのいたのね。で正しいとか正しくないとか本当そんなことどうでもよくってだって私にとって は私の価値観で見ると私の方が正しいって思ってることは相手にとっては全然そうじゃないそうじゃないわけじゃんなんか特に日本ってこうあのいろんなさ国のあの人たちがこうバーって混じって生活してるわけじゃないし。 なんだろう考え方も割とこう統一されてるところがあるからなんかそうついついマジマジョリ大多数の考えを正義だと思いがちだけどそうじゃないんだよねせ世界に出るると本当それがが違ううっていうのがよくわかるで私はなんかねそれをねすごくた私正しい正しいと思い込んで。 言っっててたけどそうじゃないよねってこの人の立場から見たら全然そうじゃないっていうのがなんかね本当に何度も何度もこうやそういうの話をしているうちに何かこう徐々にこう分かり始めたわけでそれが分かるとなんかもうさ私が正しいよってやってるのもすげえばっかげてるって本当に思えてそうすることで私はそ,のそれを手放すことができた でねそこからあの私たちの関係ってものすごく変わって結局私がねこの体験をね通じてねすごくよく分かったのはこの人っていうのは私がたとえ何を言っても私のことをジャッジしたりしないの私のことを否定したりもしないのただそのまんままるっと「あ君はそういう考えなんだね」って。 そううういうふうにもう受けけ止めてくれるわけよだからといって何て言うのかなあそう言って何て言うのだからすごくものすごく大人な大人な何なて言うのかなその意見の交換ができるっていうのやっぱりこう今まで多分私がそのしてきたことっていうのはこう何かこう違いがあって話しても結局ふ2人ともが 私の方が正しい私の方が正しいっていう意見の下でこうわってやってるからぶつかるだけで結局フンってなるわけよ。でも彼とのそのやり取りってのはそうじゃなかったなんかこう次の段階に行けたの。で私は本当にそれを通して話す伝える伝えようとするこの大,大切さそしてそれを ななんていうのかな本当に真視矢にえ真剣にね心からこう聞いてくれる否定,否定しようとか自分の方が正しいんだっていうそういう色眼鏡ではなくもう本当にただただ思い,思いやりなんだよねこの聞くっていう行為は。だからそれがね本当にすごくよく分かった。なんかジャッジされずに聞いてもらえることの大切さ。 ジジャッジされなないいと分かっている安心安心全な空間で自分の本音を伝えることができる大切さっていうのをすごく学ばせてもらったの。でねその日本でさじゃあそ,、まあその大切だっていうのは分かるけどそれをさじゃあやってくださいねって言ってもさなかなかさできる相 手がね、いなかったりするでしょ。なんかその家族には話したくないとかさ、いろいろあるじゃん。で、その精神科医とか心理カウンセラーっていうのもいるけど、なんか妙にハードル高いよね日本は。なんかちょっと行きにくいし、なんかい,いなんかそのそこにいる先生たちも。 私が今言ったようなレベルで聞いてくれる人っているのかなみたいなねでそれを思った時に私がやればいいじゃんって思ったであのそう私がやればいいじゃんって思ったのなんか宣伝みたいでごめんなさい。で私がその提供しているトーキングセラピーっていうのは私あの、宇宙エネルギーとって ながるのめっちゃ得意なんですね、えー、これが起きたその経緯なんかもねまた別の動画で撮りたいなと思うんだけど私その望めば、えっと、どんなフリークエンシーでもつながることが結構できてでこの私がその提供している えー、トーキングセラピーの中で流れるコズミックヒーリングというエネルギーは本当宇宙の根源のエネルギーでものすごくあのパワフルでそして繊細で、えー、高次元のエネルギーです、えー、浄化をね促すのとあと自分のなんていうのかな認識してない問題っていうのをこう表面にねグワーッて徐々にねそれはでもその人がそう望むならなんだよ。望まないことを は起きないし、えー、だからそれがそここうじゅわーと上がってくる、ね、それが、えー、ヒーリング中あヒーリング中ていうかセッション中に流れ続けるの。で私はあの高次元のエネルギーとつながりつつお話を聞くんだけどそうするとねお話を聞いてる最中にいろいろとこうメッセージとかシンボルとかサインで私にねいろんなことがやってくるわけ。で私はそれをお伝えしながら あの本人さんにね私その本人さんがその安心安全な空間で私に話すことによって自分でねどんどんとあの自分の何だ望むこととかどうしたら今あることを解決していけるのかなとかなんかそういうことをね自分の力で、えー、見つけ出していくっていうのをお手伝いする聖書に。 なっていますでねこの本当にね話ができるってすっごい本当に大切で私はねあの今でも、ね、その彼と毎日ほぼ毎日 <laughs>、えー、お話ししてるんだけど何だろうね本当にお互いにその自分のことをこう話して。 話す安心安心安,安心安全な場所で安心安全な相手に話ができるっていうのはものすごい癒しなんだよね。だからものすすごく精神が安定しています、うん、なんかねすごくね大切だなぁと思うの。 私の言霊遣いの仲間のもモ,モが確か言ってくれてたんだけど言えること言うことね言葉に言うことができることは言えることあの癒しの言えることって言ってたんだけどまさにと思います <laughs> 本当にだからトーキングセラピーですえ、まあ、別にねその私だけじゃなくて そういういね、相手がね、えー、周りにいる人は是非あのどんどんあの話をねして,してみたらいいと思う。本当にね結局さそのちょあもういいやもう言ってもわかんないわって黙って言わないっていうことをどんどん積み重ねていくと私がなったみたいになんかもう。 もはや自分の言いたいこと本当に言いたいことって何ってのが分からなくな,るなってくると思うしこの抑圧するっていうことに多分なると思うのね。だって本当はもともとは本当に言いたかったことなのに諦めて言わないってことはこうギュッとこう中にさあの抑圧してるわけよ。こののの抑圧されたものっていうのは決して っていいいものじゃないよねある時必ず何かのきっかけで爆発しかねないしまた抑圧しているものっていうのは例えば、えー、皮膚病によく現れたりするアトピーとかジンマシンとかなんかそういう形でその見たくないものとして出てくるから、えー、そういうなんていうのかな皮膚病みたいな形で出てくることもあるし。 あと向上性の問題になったりとかね。あのなりかねないので。あの。見えないレベルでやっぱりこの。影響がね。出て出てくる。可能性がやっぱりあるので。やっぱ抑圧っていう声はよくないですね、うん。だからやっぱり。出す。伝える。伝えないと分からん。伝わ、やっぱりね。人間である以上。 言葉にしないと伝わらないことって本当にたくさんあると思う言葉にする大切さやっぱりその言葉の大切さっていうのを本当につくづく私は実感していますはい。えー、なんか取りとめようないような感じになっちゃったような気もするけどえー、伝わったでしょうか <laughs> はい、今日も聞いてくれてありがとうございます。なんか長くなっちゃった。ラ <laughs> ブチよ、またねー。